チョス、キャプテンサトシと申します。あー、なんか寒いっすね、最近。今日からね、このザ・ラグビーで合宿が始まるんですけど、我がマサラ工業高校はアルゼンチンに合宿に行きます、今年は。ほら、ここね、これがブエノスアイリスなのかな、ちょっとわかんないけど。ちなみにね、現在南半球なんでね、アルゼンチンって季節が日本と逆なんですよね。だから夏らしいですね。羨ましい。さっきね、気温見たら19度でした。19度ってなんかそんなに夏としては大したことないんじゃないかって思うんですけど、時差が12時間なんで、今現在、まあ、夕方の4時過ぎなんですよ、こっち。だから、まあ、単純に朝4時ってことですよね。朝4時で19度。それはそれできつそうだね。なんか寝苦しいかもしれない。お、クスノキ、だいぶスタミナがついてきた。2年生のレギュラーの復活ですね。あー、で、そうだ。こいつらがもう練習ある程度、なんだっけな、息がぴったりやってたんだよね。練習の必要がないって言われてたから違う練習をさせよう。秋田は練習の必要ないっつってもなんかすげえ伸びてんな。バックスとしての動きを理解しています。あれ、なんか小山田だけちょっと練習メニューが違うんですかね。で、あと、前回ちょっとアドバイスをいただいて、スクラムハーフをね、なんか僕適当に、この間くんにしてたんですけど、この小倉正スクラムハーフも、間くんも同じ2年生なんですよね。で、多分今からね、練習させてると、スタミナは結構十分ついてくると思うんですよ。この3年生になる年は、小倉くんが。で、コンバートっていう機能があるんで、せっかくなんで今日はこれを使いたいなと思います。いけんのかな？ちょっとコメント欄で教えてもらったんですけど、1年生で、ちょっといい感じのやつがいますよと。どこだっけな。1年だから結構下かもしれないけど、ま、その人フォワードなんですよ。フォワードの1年生なんですけど、能力は、かなり高いっていう評価なんですけど、どこだなんですけど、こいつだ、平松くん。この人は能力自体はね、すごい高いんですけど、フォワードなのに体格が2。まあ、体格2だとね、ちょっともったいないですよね、フォワードとしては。せっかく能力が高いのに。なんで、これ、HB。なんか B がおかしくない？これ。読みづらいね。ハーフバックにコンバート。これなんか能力下がるんですかね？特に変わった感じがなかったんですけど。はい。ということで、でどうしよっかな。かといって、間くん。間くんをどうしようかな。間くんの評価ってどうなってんですかね、ちょっと。チーム情報で。いた。あ、平均的なんだ、間。体格1。なるほど。ああ、そうですか。ちょっともしかしたら、1個下にポジションを取られてしまう可能性が、なくしにしもあらず。ですね、練習設定を、ある程度息が合ってきたらしいので、バックス陣が。で、クスノキもね、スタミナがついてきたということで、サイトはもうスタミナがないので、後半変える前提で、いきます。高岡がいいのか。とりあえずもう、あと1ヶ月ちょっとで、本番のね、花園に向けた大会がね、県予選が始まるので、チーム全体で同じ練習をしていこうかと思います。戦術かな、まあ、ずっとフォワードパスを打ちは練習してたんですよね。
合宿中ずっとこれやらせる？いや待てよ、全部もったいないのかな。なんかね、アルゼンチンだと確かスクラムが強くなるって言ってたんで、ちょっとスクラムの練習フォワードさせようかな。最後3回ぐらいをフォワードパスにして、ちょっと一周さっき使っちゃったんで、ここでフォワード陣、フォワード陣はスクラムこうかな。フォワード陣をスクラムやらせるってことはバックスになんか似たようなことやらせようか。何やらせようかな。ディフェンス上げるならタックルだけど、こうして高岡だけ1年生だから、いやまあいいか、いや高岡だけちょっと少々伸ばしまくろう。でおっと危ない、こいつをスクラム OK で、バックスをポジション別じゃなくてやっぱプレー技術で、いやもう攻撃伸ばすか、うん、せっかくね両ウィングが強めなんで、どうしようかな、パス絡んだな。いやもう今更パス練習してもしょうがない。ランだランランラン、こう対象なってるね。こんな感じかな。ちょっとフルバックの替えがいないのが若干気になるけど、まあいいか。 OK、 これで疲れはまあいいか。まあこいつだけちょっとやばいな。OK。ああ、おっと、そうか。秋田はもう日本最高峰の走りを身につけてるらしい。ああ、両ウィングそうなんだ。こいつら何練習させていいか分かんなくなってきたな。でもまだ伸びてるってことなのかな、特に小山田は。秋田だけちょっと違うことやらせようか迷うな。おお、スクラム強いんじゃない。なんか緑色の D っていうディフェンスの方が伸びてる気がすんな。こいつはオフェンスが伸びてる。無類の強…ん？もう練習の必要がない、ポリタ。なるほど。じゃあ、モリタのスクラムと、秋田の…うん、秋田のランだけちょっと変えようかな。合宿大事だからね。さあ、もう2週前半。1ヶ月あるとは言っても、みんな休養を取らせないといけないから。時間を無駄にできない。秋田ってここだよね、うん、秋田のランをもうやめます。もう何やらせる。なんかいろいろやらせた気がすんだよね。カット、これ確かパー、そうだね、パスカット、ステップのことじゃないんですよね。ドリブル。もうよくわかんないからドリブルやらせる。あれウィングだったら多少そのね、ドリブルするかもしんないからね。ゴロパンで自分で蹴ったりして。で、森田か。森田を、森田タックルどうだったっけな。一応フランカーだかんな。やらしてみっか。
で臨時休養で、このね合宿中の休養はアルゼンチンで遊んでんすかね、高校生たちは。菅平もね、あの夜とかなんかあの外出できる間の時間に外に出てね、あのホテルの前にね、なんかクレープ屋さんがね毎年出てるんですよ。でそれを先輩と食べに行ってましたね。もうね、合宿行く前のバスの中でそういう話をしてテンション上げるんですよね。俺今年は絶対バナナにチョコトッピングすっからみたいな、そういうのでなんか自分をね騙すっていう。合宿に向かう途中にね。さて休養は、あ、ちょっと斎藤が怪しいかな。2年生ナンバー8、斎藤安西ぐらい休ませようかな。さてと森田、おお、森田でもこれまだタックル伸びてそうですね。矢印がでかいんで、こいつらのスクラムの伸びがもうないのか。せっかくな、世界一なんかスクラムが強いって言われてるアルゼンチン、この世界ではそう言われてるんで、ちょっとギリギリまでスクラムは練習させたいね。十分にドリブルができるようになってきた。ミスも少なく前にボールを運べています。飽きた。そうですか。さあもうなんだかんだ3週の前半まで来ちゃいましたね。3週の前半って何やらしてるんだっけ。あ、最後か、プレー練習最後の日ですね。これ終わったら全体でフォワードパスの仕上げをしていくって感じかな。いいのかそれで本当に。もっとスクラムやらした方がいいのかな。うわ、気づかなかった、小山もう全然伸びてない。ラン技術、わあ、もったいないことしたな。クスノキはスクラム伸びてますね。いいですね。次の世代のスクラムリーダーになれますね。よし、そうしたらこっからあとはチームの戦術をやるとして、帰ってどうすんだ。日本に帰ってもう9月の3週目の前半から大会が始まるみたいだから、そんなに練習できないんですよね。もうそこまでフォワードパスずっとやればいいか。そうだね、もう仕上げ、もうね直前になって頑張るようじゃ遅いんですよね。武井壮が言ってたけど、もう本番当日は、本番前日ぐらいになるともうやることないぐらいまでやっとけば緊張はしないって言ってましたけどね。なんか直前に練習したサインプレーとか緊張しますけどね。で、そのね、ラグビーじゃないけど僕、その大学受験の時にめちゃくちゃ勉強して、結局ね、あの前日もう赤本とかも全部やりきってて、前日ね、あのやることなくてどうしようと思って近所のあのゲオだったかな、古本屋で20世紀少年立ち読みしてましたね。まあ自信はあったってことですよね。フォワードパスあんまりだな。あ、理解度あんま高くなかったんだ、フォワードパス。そうなんだ。こんな低かった？
大丈夫か、フォワードパスでいいのか。お、岩橋くんが怪我から回復。まあ、高岡と戻そうかな、そしたら。1年の高岡を補欠に下げますと。補欠という名のね、これ練習できない一般生徒にさせられるみたいな感じですからね。岩橋で、とりあえず2年生はベンチに揃ったと。疲労はちょっと溜まってるかな。なんか伸びはいまいちだね、フォワードパスに対して。矢印がみんなちっちゃい。斉藤に関しては全く理解してねえのか。いや、てかみんなダメだな。むしろバックスの方がだいぶ形にはなってきたって言われてんのか。秋田もダメなんだ。なるほど。戦術が合ってないとこあるんですかね。おっと、帰ってきた。合宿がいつの間にか終わっていた。そうですか。今日はじゃあ初戦ぐらいまでやろうかな。あと3回練習したら多分ね、最後の大会が始まるんで、それまでに怪我なければいいや。うわ、伸びねえ。やべえ、遅かったのか、フォワードパスやらせんの。来年どうしよう。まあ、来年のことは大会終わったら考えようかな。ダメ教師だな、それは。怪我だけ気をつけて。あー、そっか、やべ、全体練習フォワードパスにしないと。戦術、うちフォワードが強いからフォワードパスにしようってやった記憶があるんですけど、あんまり練習させてなかったんですね。ちょっとでも疲労溜まってたら、あれ、臨時休養にしようか。これで、うわ、伸びね。これで3周の前半になるでしょ。で、多分、あ、ごめんなさい、2週の後半だったか、まだ。これで、結局、あまりフォワードパスは習得できませんでしたが、今日から全国ラグビー大会予選です。花園を目指して頑張りましょう。シャー集大成の大会、ついに始まりますよ。で、多分トーナメント表がもう出てるんじゃないですかね。スケジュールかな、違うか、トーナメント表か。さあ、1回戦。ここですね。おっと、弱いね。青葉が丘。うちあんまり前回の大会から伸びてない気がするけど大丈夫なのかな。結構大枚はたいてアルゼンチンに行ったんですけど、他は同じブロックだと、あ、これ何、江南って読むのかな。江南工業、最近勝負したばっかじゃないですか。あ、
あとはね、ここも強いね。ここもね、オフェンスが毎年優れている声楽館。で、ここ、王者、光が丘。うちとなんか似たような、全体的に高い感じですね。ここもね、強いよね。うわ、多いな。何個出てんだ、これ。ここも強いよね。そんな感じで、じゃあ、1回戦戦っていきましょうか。この練習を終えたら1回戦ですね。そんなにみんな疲れてないか。この2人だけ、もう1人か。これかな。OK、では、いきましょう。初戦。初戦は見ないですけどね。さすがに見なくても勝てるでしょう。これがうちでしょう。これ相手よ。戦力的に物足りない高校ですね。チームとしてのまとまりもなく、十分に勝てる相手です。言われてんな。待って、かわいそう。12番、能力的に見劣りする TB、スリークォーターバック、特に警戒必要もないと思います。やっぱりプロップがキッカーとロックです。キャプテンですね。 OK、 勝てるでしょう。何点取れるかなぐらいの気持ちでアルゼンチンの集大成を取ってよ、トライ。ちょ、やだよ。こんなとこで、そう。もう終始攻めてはいる。いいね。無失点に抑えようぜ。もう一丁。まだいけるよ。OK、もう一丁。お、いいね、いいね。後半いいね、いいね。取ったね。ここでノーサイド。試合終了です。45対0。ゴールキック、コンバージョンキックも、2本外したけど、7本中5本決めました、森田君。見事、マサラ工業の勝利です。いや、強くなったね、うちも。はい、1回戦勝ちまして、次、興南でいいのかな。江波なのか、興南なのか分かんないけど、工業高校対決ですね。で、その次がここの勝者か。で、その次に、おそらくここが来るんだろうね。聖海大附属。違う、正解じゃない。正解でいいんだっけ？そう、正解でいいんだ。東海じゃなくて聖海大附属ね。OK。このブロックは、ここと勝負して、順当に勝ち上がってくるでしょうね、この辺が。ということで、今日は、ここまでにしましょうかね。アルゼンチンでの合宿を終えまして、スクラムが強化されたんでしょうか。次の相手に勝てるとして、おそらくこことの勝負が次回の山場になるかなと思います。3年間ね、ずっとやってきたんで、そのメンバーでできるだけというか、何が何でもまずはね、1回目の花園出場、3年目で目指したいと思います。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。